戦闘開始。俺の芸術のためだ。お前には犠牲になってもらう。私には使命がある。勝利するまで倒れるわけにはいかない。神を操る術か。初めて見た。なかなかのもんだ。その力は暁で振る舞うぞ。消えてもらう。自分たちは何度か戦ったことがある。ここまでの初めて。そりゃそうだ。俺は天才だからだ。消えてもらう。遅い。消えてもらう。消えてもらう。式神の舞。ここまで手こずるとは思ってなかった。ただの忍びじゃねえか。俺の金を持つのともせず、イラつくか。お前こいつらに無駄だ。もはや神くじを消えてもらう。消えてもらう。言ったはずよ。実力で連れていくと。式神の舞。勝負あり。私には明確な目的がある。だからあなたにも負けない。もう一度言う。私たちに力を貸しなさい。熱
負けた俺に選択肢はない。どこにでも連れて行け。思いのほか物分かりがいいわ。他の暁の奴らを見てみたくなっただけだ。お前の術のように今までにない芸術性を感じられるかもしれないからな。そこを期待されても困るけど、あなたが入ると決めたのならそれでいいわ。こちらもうまくいったようだな。その後はどうだ。あなたが連れてきたイタチを含め加入した者たちは人中力に関する情報収集と資金稼ぎをさせてるわ。それでいい。で、あんたの方は次のメンバーに目星がついたか。ああ、追加の一人は霧隠れの忍び星垣貴様だ。貴様、あの霧隠れの怪人か。奴には俺の方からコンタクトを取る。そういえばこちらでも気になる情報が入っているのだけど。なんだ。三人の一人オロチマルが暁に探りを入れているらしい。どうする、潰す。オロチマルの行動ルートも手に入れてるけど。その情報源は確かサソリの部下だとか。フェイン、この件はお前とサソリで当たれ。接触後の対応は任せる。分かった。俺の知るオロチマルは癖の強い性格だ。そう簡単に奴の情報は流れないはず。おそらく狙いがあるな。まずは挨拶した方がいいのかしら。挨拶は不要だ。お前のことはいろいろと調べさせてもらっている。あら、そうなの。お前が暁を探ろうと動いていることも知っている。なるほど、だから私を消しに来たと。でもね、私もあなたのことをよく知っているわよ。赤砂のサソリ、今はそのいびつな空屈に隠れているけど、あなたの本当の武器は三代目風影のはず。ほう、よく調べたな。風影のことはバラしてなかったんだがな。興味あることはとことん調べる性分なのよ、私は。そう、ここまではカブトがもたらした情報として知っているけれど、まさかあの目が暁にあるとは知らなかった。イタチのシャリンガンだけでなくリンネガンまで。今私が興味あるのは暁。もっともっと調べたい。お前が何に興味を持とう、別にどうでもいい。どの道お前はここで消える運命だしな。それはどうかし。逆に私があなたを捕らえ暁の情報を吸い出すことも考えられる。上等じゃねえか。俺がやる。手を出すんじゃねえぞ。いいだろう。嬉しいわね、その姿で戦ってくれるの。キルコでも別によかったが、お前には完全な敗北を教えてやろうと思ってな。か
完全な敗北。果たしてそれはどんな味かしら。すぐにわかる。じっくり味わえ。戦闘開始。俺の砂鉄からは逃げられない。ほらだな、俺の世界の術。一度味わってみたかったんだ。一度気持ち悪いやつ。本当に何者か。何者のものでした。特別のあなた、かつては砂隠れで多大な名声を有していた。世俗の評価なんてくだらねえ。ここまで完璧な一区物を作り出すの素晴らしい。たまえ、やはり赤ずき。女王よりワンランク上の強さだ。調査がまだまだ甘いわ。カーブット敗北の味だ。ありがたく味わいやがれ、蛇野郎。バカだ。勝負あり。こんなもんか。もっと楽しませてくれると思ったんだがな。襲撃だ。いや、まだ終わってない。いただくわ、リンデガン。死んだ天聖。オロチマル、遊びはもういいだろう。そろそろ本題に移ったらどうだ。そうね、あわよくばとは思ったけど、そう上手にはいかないわね。ではここからが本題。どう、私を暁に入れてみない。こいつ、さっきも言った通り、今の私は暁に興味がある。なら組織に入ってしまうのが一番早い。戦力としては問題ないって分かったでしょ。俺に負けた奴が何を言っている。私が本気で戦ってないこと、実はあなたも感づいていたでしょう。ち、損はさせないわ。私は必ず役に立ってみせる。必ずね。おい、まさか入れるつもりじゃないだろうな。こいつは暁の情報を盗みたいだけだぞ。そんなことしないわ。私は純粋に興味があるだけ。いいだろう。お前を暁に迎え入れよう。いいのか。こういう輩は野放しにするより近くに置いておく方が都合がいい。それに奴も分かっているはずだ。俺がいる以上好き勝手はできない。へえ、分かってるわ。どうやら下手な真似はできないよね、当分の間は。ふん、ならいい。戻るぞ。
彼の顔どこかで見覚えがあると思っていたけど運命とは面白い。そう思うでしょう、ジライア。で、メンバー入りしたオロチマルはどんな人ですか？特に問題はない、おとなしいものだ。さすがのオロチマルもフェインに見張られては目立った行動に出られないから。ところでマダラ、先日あなたが連れてきた星がキキサメはイタチと組ませたけど。ああ、それでいい。これから他の奴らも正規のコンビを組ませていく。そのためにも新しいメンバーを呼び込む。次は誰？岩隠れの抜け人レイダラだ。奴を加入させサソリとコンビを組ませる。ゼツ、サソリとイタチ、そしてキサメにレイダラの元へ向かうように伝えろ。了解。